はい、おはようございます。カンパパです。はい、ここはね、見た通り尾瀬の入り口、鳩町峠です。ちょっとね、もやってますけど、今日は尾瀬ヶ原を歩きます。はい、今回はですね、小屋へのご挨拶と、あと右膝のリハビリを兼ねて歩きます。はい、鳩町峠を出発して、で約1時間山の花まで下ります。そして尾瀬ヶ原の木道を歩いて竜宮小屋へ向かいます。そして塗尻川を越えて見晴らしに向かいます。往復18キロの尾瀬を代表するコースを歩きます。ちょうどね、3週間前ですね、この鳩町峠に九州の登山を紹介するチャンネルの池新さん、あと関西登山記のまさきさんをはじめとするしげちゃん、じいこさん、みゆきさん、まあ、山仲間と一緒にね、ここから下って、まあ、尾瀬小屋さんに泊まって帰ってくるというような参考を企画してたんですが、宇都宮にね、帰る予定ができちゃったんですね。まあ、その時に、まあ、ちょっといろんな方にお世話になったんで、ご挨拶も兼ねてね、今日はやってきました。はい、それとね、もう一月以上にわたってね、痛めている右膝、まあ、だんだん歩けるようになってきたんで、まあ、今日はね、まあ、水芭蕉とか龍金花、まあ、その辺の花の写真を撮りながら、ゆっくりゆっくり歩いてね、膝を鳴らしていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、こんな感じでね、この石畳の林道というか、まあ、登山道ですけど、ここはね、とにかく、まあ、今日みたいなね、雨上がりの日はね、めちゃくちゃ滑ります。本当にね、この下りですね。皆さん本当気をつけてください。はい、さっきのね、天満沢から1分ぐらい歩くとね、こう湿原になってるんですけど、この辺からね、天満沢湿原って言います。少しね、これ水場所残ってますけど、もうほとんど終わっちゃってますね。はい、川上川の橋ですね。はい、山の花ですね。ここは渋山荘ですね。この巨水林を越えると、尾瀬ヶ原です。おー、
ここはね、逆さ火打ちのポイントなんですよ。さあ、僕もね、ここ何回も来てるけど、綺麗な逆さ火打ちって取れたことないんだよね。おお。もうちょっと風がないと綺麗に映るんですけど、ちょっとズームしてみますね。こんな感じかな。ああ、もう上出来ですね。よくね、ここで会話を聞くんだけど、ああ火打ちにね雲がかかっちゃったっていう人いるんだけど、これ逆さ火打ち撮るときは雲がかかった方がね綺麗に映るんですよ。これは僕の主観ですけどね。あ、でもね、いいじゃない、なかなかいい感じですいや、これは綺麗に反射してますね。さあ、今日はね、一応見晴らしまで行って、尾瀬小屋さんにちょっとお礼を言ってね、また U ターンして戻ってこようと思います。はい、じゃあちょっとね、下のお堀に寄ってみましょう。ここはね、シーズン中になると三脚がねずらーって並んでね、で有名なねカメラ比べをやってます撮影しないで。はい、ここがね有名なスポットですね。僕のね、去年の5月の尾瀬ヶ原動画のサムネもね、こっから写した1枚を使いました。はい、ここはね、竜宮小屋手前のね、竜宮現象の潜るところと出るところ、こんな風なね木造がループになって見れるようになってます。ここでね、綺麗な花が咲いてるんですよね。はい、これはね、竜金花って言います。これもね、この時期の尾瀬を代表する花です。はい、竜宮小屋さんです。はい、じゃあね、ちょっとね、お手洗いをお借りします。尾瀬のね、公衆トイレって結構あるんですけど、チップ製になってますんで、はい、ご使用いただく際はね、100円ですね、これを払ってください。はい、ではね、竜宮で公衆トイレをお借りしました。僕ね、この竜宮の裏のね、巨水林、ここがすごい好きなんですよ本当に。まあ無理だけどここに別荘を建てたいぐらいで、素晴らしいでしょここ。僕ね、尾瀬でね、本当いろんな好きなとこいっぱいありますけどね、もうこのベスト3に入るかもしれない。本当ここ大好き。この橋もね、最近新しくなったんだけど、なんか早くも歪んでる感じがするのは俺だけかな。はい、いやー、いいね、最高だね。池新さんじゃないけどはい、この川がね、沼尻川って書いてぬしり川って言うんですよ。で、水源はね、尾瀬沼です。おお。はい、これもね、割と有名な看板、これですね。はい、ここがね、群馬県と福島県の県境です。ここまではね、関東地方で、ここから先はね、東北地方になりますじゃじゃーん、来たーって感じですねいや、ほんとね、ここ好き。これね、木造竜宮までが非常に整備されて、
まあ立派な木造だったんだけど、この竜宮から見晴らしまではね、だいたいこんな感じなんですよ。それでもちょっとね、痛みが激しいんでね、あの牧歌さんがやってる YouTube でね、収益品をこれの修理に当てたいって言ってましたけど、いや本当にね、協力したいですよ。はい、正面はね、日内ヶ岳です。もうね、僕の動画では何回も申し上げてますけど、数ある山の中で一番好きな山がね、この日内ヶ岳。まあ尾瀬を象徴する山でもありますし、標高的にもね結構高くて、まあ東北や北海道この辺の地区のね最高峰がこの日内ヶ岳です。意外や意外でしょ尾瀬もねすごい高山があるんですよ。はい、見晴らしのね小屋群が見えてきました。人の顔もわかるぐらい近づいてきました。でここはね、その手前にある、まあ、湿原というか水場所のスポットなんですけど、ここもね僕大好きなんですよ。ここわりかし遅くまでね残ってまして、あー形のいい水場所だねあれ。へえ。はい、あとね 100m も行けば見晴らしの小屋群です。目の前がね八代小屋さんですね。この木道をねずっと行くと尾瀬小屋さん、あとは第二彫像小屋さんとかね、いわゆる銀座の方に入ってきます。はい、見晴らし、あーやっと来れた。あのね、今日はリハビリってことでねゆっくり歩いてるんですけど、幸い右膝、全然大丈夫です。むしろ足の裏に豆ができちゃったぐらいで、膝は全然問題ありません。お、日の江畑小屋さん、でここはね、まあ、僕のホームですね、尾瀬小屋さんです。懐かしい。おお、こんにちは。うわ誰かと思ったらカブババ。お久しぶりです。どうも。お疲れ様です。お疲れ。いやいや、元気でした。お前なんだ。本当に会いたかった。久しぶりにね、仲間の顔を見たら、4ヶ月前のあの雪下ろしを思い出しました。はい、2月19日、尾瀬小屋の雪下ろしをするために、福島県日の江畑村からヘリで入山。この映像はね、ちょうど雪に埋もれた見晴らしの小屋群を映したものです。で、この埋まっちゃってんのがね、尾瀬小屋さんです。あれからね、もう4ヶ月後、もうすっかり雪も溶けました。ちょうどね、僕らが雪下ろしに来た時はこの見てるね目線の高さまで雪が積もってました。これぐらいですよ。もうざっとね4メーターはねもう積もってたでしょうね。あ、非常にね感慨深いですね。あ、この看板はね、例のあの、好評の尾瀬小屋レアステーキの看板ですね。あとこっちがね、いや、すごいね、マジでね。これ、下界でもね、なかなかないよ、これは。ハンバーガー？マジで？すーごー、これはすごー。
これがかの有名なオセゴヤバーガー。すごいな。アイスクリーム花豆ソースのせ、うわうまうま、まあ、皆さんも分かってると思いますけど、オセの一番最深部ですよ。街中でもね、こんなの食べられないですよ。はい、ありがとうございます。遠藤支配人、何か、あれ、何かあるって言ってたよね、なんだっけ。何でしょう。あ、なんか手に持ってるし。ですね、うん、今期からオリジナルでこう作りました、手ぬぐいです。大変人気です。もしですね、お越しの際はちょっとお手に取って見ていただければと思います。あ、それは支配人が書いたんですか、それ。あ、そうです。画伯力を発揮して、はい、当初全く売れないんじゃないかと心配されてたんです。思いのほかですね、人気でした。売れてます。あ、そうですね。あ、いいね。これと紺色があります。オッケー、はい、もしよければはい、わかりました。はい、皆さんね、これいくらでしたっけ。1400円。もうお買い得ですね。もうぜひ皆さん、おせこや手ぬぐいで汗を拭いましょう。、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんね、ありがとうございました。リハビリにしてはね、だいぶ遠くまで来ちゃったけど、やっぱりね、来てよかった。また近いうち遊びに行きます。さよなら。さようなら。はーい。はい。今ね、手振ってくれたのは、オセゴヤの社長はじめね、4名の方なんですけど、あの方たちは非常にまだ手振ってる。あの方たちはね、一緒に今年の2月のね、ヘリコプターでここに雪の中降りてね、雪かきした仲間なんで。はい、もう OK。 じゃあ1枚撮らせてもらっていいですか。今日は何キロですか。おお。鳩町峠戻ってきました。誰もいねえよ。はい、登りはね、1時間15分ぐらいでしたね。膝のリハビリね、まあ、軽い運動を兼ねて、まあ、軽いっつっても多分18、9キロ歩いてると思うんだけど、まあ、オセだからね、リハビリになったと思うんですけど、膝も特別痛いとか痒いなくてですね、いい運動になりました。じゃあ今回もね、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。